かみさんはなくした子供に戻ってきてほしかったから儀式をしたんだよね。蘇ってもやっぱり完全に生きてる時の姿にはなれないし、最後はへその緒になっちゃったんだね。ええ、昔儀式を行った母親は亡くなったり発狂したみたいだし、我が子を思う気持ち上に辛いわね。では今夜で完結です。リゾートバイトその後、おかみさんの一人息子は数年前海で行方不明になったそうだ。そしてどこから情報を得たのか、おかみさんは2階へ続く階段に堂を作り、そこで儀式を行っていた。しかし本来おかみさんにつくはずの子がなぜか第三者である俺たちについた。おかみさんが息子にへその緒を持たせていなかったからだろうか。おかみさんはよそから嫁いできた人で、地元の人間じゃないからその風習すら知らなかったと旦那さんが証言したらしい。旦那さんはバイトを3人も雇うのを初めは反対したそうだが、おかみさんに息子と同年代だから我が子みたいに思えるからと泣きつかれて、しぶしぶ承知したらしい。おかみさんは初めから息子さんが皆さんにつくことを知っていたのではないかと思います。私は皆さんを音堂に残した後、おかみさんを本堂で縛りお経を読み上げていました。あの者が音堂へ行くのか本堂へ来るのかわからなかったのです。納得いかない。自分の息子が帰ってくれば人の命なんてどうでもいいのか。なんでこんな目に遭わせたんだよ。旦那さんも知ってたんだろ。旦那さんは知らなかったのです。嘘つくな。知ってるようなこと言ってただろ。早くあいつらに会わせろよ。興奮状態の B を俺たちは必死に抑えた。皆さんをおかみさんのいる場所へ案内します。坊さんの後をついてしばらく歩くと離れのような場所に通された。うめき声と何人かでお経を唱える声が聞こえてきた。離れの扉を開けるとおかみさんを坊さんたちが囲んでいた。おかみさんは畳の上で苦しそうにうめき声を上げ、エビみたいに体をしならせてビタンビタンと跳ねていた。この状態が今朝から収まらないのです。俺の知ってるおかみさんとはまるで別人のようになっていた。お祓いは成功したんじゃないんですか。確かにあなたたちについてきたものは払うことができたのだと思います。ここにへその緒もあるし、しかし。そうか、俺が見たのは一つじゃなかったんだ。ピンときた。 B はあの時2階の階段で複数の影を見たと言っていなかったか。一つではないのですか。坊さんは驚いたように聞き返し、 B がそうだと答えるとまた少し黙った。しばらく考え込んで急に何かを思い出したような顔をして俺たちに言ったんだ。あなたたちは鳥居の家に行ってください。そしてあの部屋を一歩も出ないでください。後で人を行かせます。俺たちを置いて坊さんはそのままおかみさんの方に走っていった。そして離れの方から坊さんたちが大きな布に包まった物体を運び出していた。その布の中身がうねうねと動いていた。きっとおかみさんだ。音堂の方に運ばれていくのを俺たちは呆然と見ていた。途端に怖くなって俺たちは早足で家に向かった。家に着くと別の坊さんからここで一晩過ごすようにと言われ、その坊さんと俺たちの4人で一晩過ごして、翌朝坊さんがやってきた。皆さんの月払いは完全に終わりました。俺たちについてきたものは一つで、それは対価を遂げて消滅したのを確認したそうだ。俺たちはほっとした。でもおかみさんを救うことができませんでした。で、死んだのではないという。俺はおかみさんが跳ね回っている姿を思い出した。ずっとあの状態なんですか。坊さんは苦い顔をしただけで肯定も否定もしなかった。おかみさんの今の状態は付き物を払うとかいう次元の話ではなく、何かもっと別のものに起因してるんだって。どこかでこの儀の方法を知ったおかみさんは実行しようと試みた。だが子に渡すべきへその緒はおかみさん自身の手元にあった。坊さんの推測だけど、おかみさんは試行錯誤しながら完成形につなげたんじゃないかということだった。
でも、おかみさんが行った儀式は、この地に伝わる子を呼び戻す儀とは似て非なるものらしい。二階の堂には複数の者がいて、そこに息子さんがいたかはわからないと。この儀の結末は非常に残酷なものでしかないのです。B は、おかみさんの今後をしつこく聞いていたが、坊さんは何もわからないの一点張りだった。あ、旦那さんが来た。ぎょっとした。旦那さん、顔が土色で、よつれ切ってたんだ。お前ら、すまなく、本当に、申し訳な。何を言っているのか聞き取れないくらい泣いてて、それを見たらもう、俺たちは何も言えなかった。申し訳ないからなのか、それとも、おかみさんの結末を泣いているのか、わからなかった。もう、俺たちの身には何も起きませんよね。大丈夫です。帰りのタクシーを呼んでもらった。初日のおっさんが駅まで同乗することになったんだが、この人がやたら喋る人で、気が沈んでる俺たちの空気を一切読まずに、一人で喋りまくるんだ。それにしても子が親を食うなんて、クモみたいな話だよな。なんて、みんな黙ってたんだけど、おっさんはさらに喋り続ける。お前たち、ここで聞いた技法は試すんじゃねえぞ。自己責任だぞ。はっはっは。技法だって。この言葉で一つ確かなことが分かった。坊さんは俺たちに真実を隠していた。本当は技の方法と結果はこの地に伝わってるんだ。このおっさんが知ってるのに坊さんが知らないはずないだろう。結局大事な部分を隠されていたことにすごいショックを受けた。信用していた分、怒りにも似たものが湧き上がってきたんだ。坊さんが大丈夫と言ったのも、全部嘘に思えてきた。それでも、俺たちに寺に戻る勇気はなかったけど。タクシー代出すよ。いえ、結構です。そして、電車で帰った。これで、俺たちがあの夏、経験したことの話はおしまいだ。後日談なんだが、旅行の約束をしてた残りの友達二人にこの話をしたんだ。一応信じてくれたんだけど、なんと旅館に電話をかけてみたんだって。そしたら普通のおばさんが電話に出たらしい。二人がおかみさんかどうか確認しろって俺たちに言うんだ。後ろでカラスが異様に鳴いてたって。おかみさんが無事でも無事じゃなくても、俺には知る勇気なんか出なかった。帰ってきたからはもう何ともないよ。俺は普通に社会人やってる。若干暗闇が苦手になったくらいだ。 B は雲を見るのがダメになったってさ。みんな長い話を聞いてくれてどうもありがとう。ということでおしまい。主人公たちが日常に戻れたことにほっとしました。我が子は可愛いかもしれませんが、3人の主人公たちにも同じように母がいます。自分の願いのために誰かの大事な子供を犠牲にしようとしたおかみさんには同情はできても共感はできませんね。さて、私も寝ようっと。おやすみ、花子。皆さんもおやすみなさい。